パビアクで唯一残ったキパビアク刑務所は、ポーランドの首都ワルシャワの中心部にあった政治犯の刑務所、パビアク監獄とも言う。1829年から1835年の間に、ダツエルナ通りとパビアク通りの間に建築家、ヘンリク・マルコーニの設計に基づいて、ロシアの監獄として建設された。まもなく1月放棄で逮捕された、ポーランドの政治犯が収監される。 独立後のポーランドではパビアクは政治犯や犯罪者の刑務所として利用された。しかし反体制活動家の抑圧や抹殺のシンボルとしてここが知れ渡ることになるのは第二次世界大戦になってドイツ軍がポーランドに侵攻してからのことである。1939年から1944年の間、およそ10万人の男性と2万人の女性がここに。 捕らえられていた。ほとんどが地下組織のメンバーで、中には警備な事件で逮捕されたような人たちも含まれていた。それらの人々のおよそ3万7千人は射殺され、6万人はさらに強制収容所に移送された。1944年8月1日のワルシャワ放棄の後、ここにまだ残っていた習慣者は全員射殺され、 建物は8月21日爆破により破壊された。それでも残ったのはわずかな壁の残骸、金材の樹木で、その木にここに監獄があったことを示す記念のプレートがかけられていた。その木が枯れ始めて2005年ブロンズの案内板が建てられた。なお現在はこの地に博物館を併設した記念館が建てられている。ありがとうございます。